バンジャマン・ムカンジョビレは、カメルーン・トゥアラ出身のプロサッカー選手。カメルーン代表。ポジションは、フォワード。カタカナ表記としては、英語発音のベンジャミン・ムカンジョとすることもある。1998年、10歳で、地元クラブのカジスポーツアカデミーに入団。9年後、フランスに渡り、スタッド・レンヌに加入。2008年9月、レンヌでの出場機会がリザーブのみだったため、L'Entente SSG にレンタル移籍。2009年6月にレンヌに復帰したが、契約を解除し8月31日にニームオリンピックに加入。レギュラーを確保すると、2011年1月31日に AS モナコに移籍。モナコのリーグで降格後、5月にリバプール FC 移籍が報じられたが、最終的にAS ナンシーに移籍した。2014年7月18日、スタッド・ランスに2年契約で加入。2011年6月4日のアフリカネーションズカップ2012予選、サッカーセネガル代表戦でカメルーン代表デビュー。2012年6月16日のサッカーギニアビサウ代表戦で初ゴール。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ全3試合に出場するも、2戦目のサッカークロアチア代表戦では、チームメイトのブノワ・アスウェコトに頭突きされるなどチームがまとまらず、最下位で敗退した。アフリカネーションズカップ2015は、グループステージのサッカーギニア代表戦で先制ゴールを挙げた。アフリカネーションズカップ2017では、サッカーエジプト代表との決勝戦で、ニコラ・ヌクルの同点ゴールをアシストし5回目の優勝に大きく貢献、自身もマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。また、同大会のベスト18にも選ばれた。2017年1月14日現在。ありがとうございます。